久保さん、今回「ヘレン・ケラン」にしましょうか「ヘレン・ケラー」結局真の結局真の知識を得ようと望む者は誰でも、えー、困難の山を一人で登らなければならず頂上への王道がない以上私は曲がりくねりながら登らな,登らなくなることに気づいたのです 誰でも困難な山を一人で登らなければならず,ならず頂上への王道がない以上私は曲がりくねりながら登らなければなることに気づいたのですと、まあ、僕もね才能もないしセンスもないので、まあ、泥臭くやらんとあかんなっていう <laughs> うんだこの真の知識っていうのはあのいいですね本当の知識っていう 多分本当の知識っていうのは自分でまあ聞いたことではなく自分で体験したその体験から得た知識だとは思いますけどねうんやっぱねまああのなんだろうな近道ってないんですようんまあ人それぞれある人もいるかもしれないですけど少なくとも僕はないですねないけどもちゃんと曲がりくねりながら泥臭く地道なことやややった結果まあまあ うん、他の人が憧れるような生活はできるようになったんでうーんなんかまあ凡事徹底ですよね <laughs> まあ大変ですけどねこの道はまあ大変だけどやりがいありますよねだってこれ登んなかったら久保さんもうーん朝からねスーツ着るのか分かんないですけどはいはいで今日も仕事してますよね <laughs> まあ最初、ね、ネットビジネス大変だったと思いますけどもし自分で稼げなかったらどっかにね派遣のく久保さんがこうやって道路交通整備してるかもしれんしね、うん、であと少なくても、まあ、間違いなくてか100%、まあ、大和くんは生まれてなかっただろうし <laughs> これやってて大和くんは生まれてないですね多分ね、うん、まあ確か久保さんは治療したと思うんですよねで結構お金かかったと思うんで そうこれじゃあそのお金多分算出できないし結婚もできてなかったかもしれないし、うん、そうだからそのその先はとてもいいよっていう <laughs>、うんまあ、大変だけどね大変だけどその先はいいよっていうのは言いたいですよね、うん、まあその曲がりくねりながら困難な山だけど登る価値はめちゃくちゃ僕はあると思いますねでも登った人にしか分かんないですけどこれはうん いってらっしゃい。